泉が、竹は、宮城県仙台市泉区の北西部に位置する標高1175メートルの山である。船形連峰に連なる。泉が、竹は、大羽山脈の船形山々系の中で最後に形成された水上火山である。作り山時期は、第四期と考えられ、噴出した安山岩により、薫の平から山頂まで、 大きく三つの断上の地形を呈している。うさぎ平付近は玄武岩室の溶岩により形成された。うさぎ平のように平とついているところは見晴らしがいい場所が多い。豊富な湧水が池や川を作り出すことが泉が竹の名称の由来とされている。泉が竹から流れる膝川は七北田川の源流の一つとなっている。山の周囲には七北田ダムや 大倉ダムなど、複数のダムがあり、泉が、竹は、仙台平野を潤す水源の一つとなっている。また、泉が、竹は、周囲の北泉が竹や乱山、高倉山、黒花山、これらの裾野も含めた通称の地域名ともなっている。特に、泉が竹山町から、南東方向で、北は、乱山から、南は七北田ダムあたりまでの七北田川流域の、 裾野を含めた地域が、泉が、竹と呼ばれる。若者の間では、ガタケと呼ばれる。周辺の住症表記は、泉区福岡あざ竹山である。古文書においては、この山は、様々な名称で記されてきた。1719年の、大宇関石門郎市では、泉学、泉霊、峰白石学、1741年の、法内名石市では、 泉が,が、学、泉が,が、学、法内風土記では、泉地から学、千学とある。明治時代においても、新聞や地名辞典、出版物において、根の白石学、泉が,が、学、泉学、白石学、朝日学などとされ、その表記は、一定しなかった。また、麓の村人たちはこの山を、竹山と親しみを込めて呼んだという。もっとも、 仙台半領内では、鉱山や宮山を指して、一般的に、竹山と呼んだようである。泉が竹を有した歴代の自治体には、泉竹村、泉市、泉区など、この山にちなんで名称が付けられた。春先に、二輪草が、大変豊富に咲くが、その珍しい変異種である緑二輪草がある、特定の場所でのみ群生するほか、 大変稀に見られる白いカタクリも咲くことがある。また、水場昌の群生地がいくつかあり、カオルの平らにある群生地には、水場昌の他に、梅鉢草や、騒ぎ鏡などの湿地生植物も咲く。しかし、この湿地面積の減少が進み、急速にその個体数を減らしている。この湿地にはかつてトキ草やサギ草が群生していたが、 環境の変化と洞窟により消滅した過去があるため、緊急の保護を訴える者もいる。なお、当地の水場症の見頃は、概ね4月中旬から下旬頃である。かつては、泉家だけでは、怒り草、白根葵、カタクリ、ホトトギス、ラショウモンカズラ、キキョウ、塩釜菊、ナデシコ、岩内は、銀漁草、ベニバナ一薬草、ササバ銀蘭。 コケイランが普通に見られたが、近年急速にその姿を消し始め、かなり探し回らなければ見ることができなくなった。哺乳類、鳥類哺乳類は、日本カモシカ、日本ヤマメなど、天然記念物のほホンドタヌキ、ホンドツネ、日本アナグマ、日本付きノワグマ、ホンドハクビシン、東北のオサギ、ヒミズ、ヒメネズミなどの多種の哺乳類が生息している。 月のワグマの出没や事故が全国的に問題となった2004年、2006年においては月のワグマが関係する事故や騒ぎは一件も起きなかったが1999年5月に月のワグマが関係する事故が発生し怪我人が出ている。一方で人による動物への加害事故がしばしば発生している。鳥類はオオルリ、ミソサザイ、カワガラス、シジュウカラ、 山柄、ヒガラ、エナガ、コゲラ、アオゲラ、ハシボソガラス、ノスリ、トビ、チョウゲンボウ、ヨタカ、オオジシギ、カケス、コルリ、アカゲラなど、流鳥としている種類や氷鳥として、繁殖の場としている種類も多く集まる。ハチュウ類、両生類ハチュウ類では、シマヘビ、アオダイショウのほか、ヤマカガシや、ニホンマムシも生息しているが、 これら毒蛇による事故はほとんど確認されていない。両生類では、森青ガエル、赤原イモリ、箱根山椒魚、東北山椒魚、山赤ガエルなどが生息している。カオルの平の林道にできる水たまりには、かつて森青ガエルの産卵地があったが、2006年にマウンテンバイクコースとして林道を大規模に整備した際にこの水たまりを埋め立てたため、 この場所から完全に姿を消した。なお、この森青ガエルについては、泉家竹北側に位置する桑沼もかつては一大産卵地であったが、周辺環境の変化、特に人為的に放流されたニジマスやブラックバスなどが繁殖した影響から、今では見かけることはなく、かつて泉が竹のどの水場でも当たり前に観察できた、この珍しいカエルも今、 泉家だけから姿を消そうとしている。昆虫類昆虫類は、オニヤアンマ、オイトトンボ、オールリボシアンマ、ミヤマクワガタ、ヒョウモンチョウ、エゾハルゼミ、ヒメギフチョウ、エゾアカヤマアリなど多く生息しており、夏には、数千キロも旅をするチョウである、アサギマダラも訪れる。散布より上には、農場やゴルフ場がなく、農薬などが散布されていないが、これが、 蚊やハエアブなどの天敵をバランスよく保っているために快適な自然空間を形成している。その反面、黄色スズメバチなどによる登山者への被害が生じている。また最近では、山腹部を中心に蚊の繁殖が顕著に見られるようになった。かつては、泉家だけの裾野のカオルの平らの水場所群生地には、八丁トンボの生息が確認されていたが、 近年になってその姿を消した。これは、生息地である湿地への水量が減少したことと、この水量が減少したことで、湿地面積も減少し周辺の草木が入り込み、それに伴って、天敵となる昆虫や競合する昆虫も多く、入り込んできたためと考えられる。魚類魚類では、七北多田川の源流の一つである、膝川や屋敷川などに、 イワナが多く生息していたが、著しく、数を減少している。また、非常に珍しい鉄魚が繁殖していた沼があったが、2005年、頃から姿を見ることができなくなった。釣り人の乱獲や、心ない人による、不法乱獲が原因と考えられている。豊富な自然が残され、かつ、地元民や来訪者の意識により、美しく残されている、この山は、 仙台市民は元より、宮城県民の誇りともなっている。その一方、泉ヶ岳では、産業廃棄物や、残土の処分場がいくつも開発され、また、自然林の伐採や山肌を削る工事も、行われている。別荘地や飲食店開業のための開発も、増加しつつあり、それらのための木々の伐採や外来種である、園芸用草花の大量植栽も増えている。 さらに昆虫や植物の採取も多く、散策客増加に伴い自動車による排気ガスの増加と動物への交通事故も多く、発生するようになり、長年地元民に守られてきた自然がここに来て、急速に失われつつある危機が生じている。2006年、泉が竹スキー場リフトの終着点付近のギダイ平で、行政機関による大規模な伐採が行われたが、 これは、巨人家権を持つ宮城県への届け出がない、無届け伐採であったのと同時に、地元関係団体への連絡もなかった。伐採理由は、熊が出るからというもので、自然保護の観点からも疑問を持たれた。伐採場所は、我も子おみないし、男えし、なでしこ、塩がまぎく、ハギすすき、釣りがめ人参などの宝庫であったために、 今後の回復状況が注目されている。泉ヶ岳の山頂の様子。市民、県民の山として親しまれている泉ヶ岳には、しばしば課外授業で登場した小学生の姿が見られる。山頂は森林限界よりも低いため、周囲には低木があり360度の絶景を楽しむことはできないが、天候の良い日には木々の向こう側に、 仙台湾を望める時もある。泉ヶ岳には舗装された道路が接続しているため、仙台市都心部から約1時間のこの地には、登山やスキーなどのレジャーやアウトドア目的で市民が訪れる機会が多い。泉ヶ岳では、日帰り登山やハイキングが盛んであり、初心者からベテランまで楽しめる山である。登山家の薪谷立音も、学生時代にこの山を愛し、 北泉が竹への重装の思い出を著書に記している。春の桜や秋の紅葉の見物、山菜採りのために入山するものも多い。登山道は、七北田川支流の日坂藩を遡り、水人比を経由する、水人コース、最も眺望が良い、格好コース、古来からの自然度の高いコース、氷コース、水人コースから分岐して、 北泉が竹との暗部に回り込んで登る北泉コース、うさぎ平までリフト利用可能なカモシカコースの5つがある。リフトの片道の乗車時間は約13分。上駅より泉が竹山頂までの所要時間は約90分である。ただし、陶器スキー場営業の前後1ヶ月くらいは各種準備作業のためにリフトは稼働させていない。 泉が竹の南東斜面にある泉が竹スキー場と北東斜面にあるスプリングバレー、泉高原スキー場の二つのスキー場がある。仙台市街地から1時間程度で到達できる市街地直近のスキー場であり、平日の勤め帰りに訪れるスキーヤーもいる。スノーボード解禁となったのが比較的早く。 ハーフタイプも設置されていたため、東北地方各地からスノーボーダーが集まった時期もあった。ナイタースキーの照明は市街地からも見ることができる。過去には二つのスキー場の明かりが山の形に沿って葉の字に見えるのが一つの名物ともなっていたのだが、2015年頃から泉ヶ竹スキー場ではナイター営業を行わなくなったため、 その光景を見ることができなくなっている。また、泉が竹スキー場で、ナイタースキーをしていると、仙台市街地の夜景に飛び込むような錯覚を得ると、言われていたほど、素晴らしい夜景を見ながら滑走することが可能であった。除雪、融雪、道路照明などの整備が行き届いているが、ノーマルタイヤで訪れ渋滞の原因となるものも出る。ため、かつては、地元有志が、 泉が竹をなめんなよ。という看板を立てて、注意を促していた。また、スプリングバレー、泉高原スキー場の駐車場からは、仙台平野とその先の太平洋を一望でき、夜間には、仙台市街地を見下ろす夜景スポットにもなっている。市街地の郊外の影響がないため、流星群の出現時期などには深夜でも人が訪れる。2009年7月には、 泉が竹スキー場内に、宮城県内発のウォータージャンプ施設が開業し、夏季においてもスキースノーボードが可能となった。積雪機以外に、泉が竹スキー場で、パラグライダーが行われている。パラグライダースクールもある。リフトでギさぎ平まで上がり、ゲレンデを使って、離着陸を行う。湿った暖かい南東風、今佐が吹くと。 山肌を登って上昇気流が生まれる。北東風の冷たい山瀬が吹いた場合は不適。積雪期は山から吹き下ろす西風が主となるので上昇しづらい。また、例年5月に開催される仙台線が竹アウトドアフェスティバルにおいてマウンテンバイクの JCF ジャパンシリーズクロスカントリー J1 第3線が同時開催される。 2021年5月20日、ワーケーション需要の高まりに対応しようと、中堅ゼネコンの日本国土開発が、泉ケタケスキー場の南東に同社が所有する土地の一部、約7.5クタールを活用し、NTT 東日本と連携の上で、温泉施設や企業向けコテージ、キャンプ場を備えた、レジャーエリアを開発すると発表した。それによると、キャンプ場には、 オフィスや会議室、それに宿泊場所も備えた4棟のコテージを建設し、ローカル 5G も整備する。9月に、キャンプ場と、コテージが先行オープンし、温泉施設が完成する来年5月に、本格オープンする予定。水神費。ここを通る登山ルートは、水神コースと呼ばれる。半生時代には、泉が、竹は9つの村の入会山だった。 このうち6つの村が1889年に合併して宮城郡船竹村となり3つの村は七木田村となり入会権を放棄したため泉が竹は泉竹村の山となった泉竹村は1897年に根白石村と名を変えたまた泉が竹ではたびたび干ばつの際に雨乞いの儀式が行われていた 1853年に山の頂で7日間にわたる雨乞いの儀礼が行われたという記録がある。雨乞いは近代になっても続き、1895年には水神碑が建立された。泉が竹で行われた雨乞いの最後の記録としては1933年のものがある。1932年頃、泉が竹のかやがり状油堂に、 地元のスキーヤーたちが小学校の廃材を用いて小屋を設置した。この小屋は管理人夫婦の女性、お関さんからお関小屋と呼ばれるようになった。お関小屋はスキーヤーだけでなく登山者や山仕事をする村人にも利用された。またこの頃、泉ヶ岳では毎日新聞社配を争う東北スキー大会が10年以上続けて模様されていた。 しかし、戦中の1943年お関こ屋は消失し、管理人夫婦は山を降りたという。戦後の1949年後に白石村の有志が泉が竹の開発を模索して、開発協会を立ち上げた。翌1950年に開発協会は、仙台市や宮城県等の職員を招き入れて、観光協会となり、 消失したおせき小屋に代わる山小屋を作ることを決めて、これに取り掛かった。しかし夏季に、豪雨で橋が流され、建築資材の搬入が11月、着工が12月になるなど作業は難航し、未完成のまま最低限の設備で同月に、この山小屋は、泉山荘として解消した。翌1951年まで整備は続き、 同年10月の落成式でこの山小屋は改めて、泉ゆってと名付けられた。合わせて泉が竹に登山道が切り開かれ、1952年に森永キャラメルの寄贈で88箇所の登山、指導表が建てられた。1955年に、根白石村と七木畳村は合併して、泉村となり、2年後の1957年に、 調整を施行して、泉町になった。泉ヒュッテの設置と、道路整備の拡充から、今白石止まりだった仙台市営バスは、路線の延長を何度か行い、1960年には、土曜日と日曜日に、泉ヒュッテまで乗り入れるようになった。1963年線が竹の南斜面に、泉が竹スキー場が、新たに設けられた。1964年には、 泉が竹まで電気が通って、ゲレンデで,で、リフトが運転されるようになり、泉ヒュッテでもランプから電灯に変わった。1967年になると、増資されたリフトの運営会社によって、休憩所、宿泊所、売店などを兼ねる泉が竹ロッジが建設された。1965年線が竹の根白石農協の牧場だった土地に、遊園地を建設する構想が生まれた。 このアイディアを持った仙台市に住む個人が土地の借用を農協に申し入れると不安から一度は見送られたが条件付きで契約は成立した。まず野鳥園や大型遊具、遊歩道などが設置され1966年に泉ランドとして営業を開始した。しかし立地が災いして集客は伸び悩み1968年には 閑散となり上がて後輩が進んでいったという。計画されていた柿スキー練習場やスケートリンクは実現しないまま土地をめぐって農協と泉ランドは法廷で争うことになり、1979年に農協が高素心で勝訴を得て土地を取り戻した。 観光協会は高原地であるカオルの平の開発も目指した。しかし、ここで障害になったのが、村の家々のかやぶき屋根だった。カオルの平のかやは、かやぶき屋根を維持するのに使われていたのである。10年以上かけて、大火屋根への変更が進み、高原地の開発計画を進められるようになった。果樹園を作ることが決まり、金白石農協もこれを後押しした。 1963年に認可を受けて、翌1964年に、リンゴの木が植えられた。木が育った8年後の1972年仙台に向けて、この観光リンゴ園が宣伝されると、申し込み者数は957人、貸し付けられたリンゴの木は2287本に上った。申し込んだ家族連れが夏休みに、ここを訪れ、リンゴ狩りを楽しんだという。 また観光用とは別に収穫されたリンゴが仙台リンゴと名付けられて出荷された。リンゴ園は1978年をピークを迎え、1982年まで営業した。1976年度に撮影された泉が、竹、カオルの平周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成写真中央に香るの平ラリン園、上に、泉が竹スキー場とその左に、仙台市、仙学少年自然の家が見える。この頃、泉が竹に、公設施設の設置が集中した。1969年に、学生や、勤労青年などの研修を想定した宮城県線が、竹青年の家が、宮城県によって設置された。 翌1970年には勤労者野外活動センターキャンプ場が設置された。1973年になると仙台市が仙台市仙学少年自然の家を開所した。この施設は小学生や中学生の上層教育を想定したもので1977年から1978年に かけて宿泊所と体育館を兼ねた建物が増築された。1980年老朽化した泉ヒュッテを取り壊して、その跡地に雇用保険福祉事業の一環として、国費で泉勤労者野外活動センターが建てられた。泉ヒュッテ解体時には、泉が竹開発の先駆けだった、この山小屋を惜しんで式典が行われた。この間、 1971年泉町は市政を施行して泉市となっていた。この後、1988年に泉市は仙台市に編入合併され、泉が竹は仙台市内の山となった。1991年には泉が竹の北斜面に泉高原スプリングバレースキー場が新たに設置され、営業を始めた。 平成の時代になると、泉ヶ岳で、温泉開発が行われた。まず1989年、半沢建設が山麓でボーリングを開始し、温泉が湧き出した。1993年に、泉ヶ岳で、初めての日帰り天然温泉施設、ばせ線が竹が開所し、1998年には、温泉宿泊施設、泉ヶ岳温泉、山防止が開館した。 2000年代になると昭和後期に建てられた公設施設の廃止が相次いだ。宮城県線が竹青年の家から名称を変えていた宮城県線が竹自然の家と泉が竹野外活動センターは2008年に廃止された。老朽化した仙台市仙学少年自然の家は代替施設が設置されることになり2010年総工費約40億円をもって 仙台市が生涯学習支援施設、仙台市、仙学自然触れ合い館の建設を始めた。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生し、この影響で、仙台市、仙学自然触れ合い館の教用開始予定日が延期され、2013年9月1日、教用開始とされた。しかし、 建設中の2013年4月5日23時40分頃、尖岳自然触れ合い館の本館で火事が起こり、約19時間燃え続け、翌4月6日18時30分頃に沈下した。この火事で本館が全焼し、隣接棟の一部に延焼したため、仙台市は約3億7000万円の経費を追加することになり、約44億円に総工費は膨らんだ。また、 共用開始日は再度延期となった。2014年7月20日、仙台市、仙学少年自然の家が閉所し、翌日の7月21日に、仙台市、仙学自然触れ合い館が開館した。この施設は、木造一部鉄骨、鉄筋コンクリート造り、延べ床面積9286平方メートルで、2階建ての、本館、 三階建ての宿泊棟、キャンプ場などで構成されている。泉が竹山頂部の約115ヘクタールはもともと国有地だったが、1912年に国から民間に払い下げられて、以降、何度も所有権が移転され続けた。1991年、地元企業の双葉総合開発が山頂部を買収した。買収金額は3億円と伝えられている。 この時、ある市民団体は、同社から市が山頂部を買収して、私有財産とするよう要求し、署名活動を展開した。その結果、短期間で4万名以上から署名が集まった。同社は、他県業者の乱開発から泉が竹を守るために、買収したとし、希望するならば、仙台市に売却することも可能としていたが、市は、財政上の理由から買収しなかった。 その後、双葉総合開発は合併して、環境建設となり、山頂部は保有し続けていたが、2004年に経営破綻した。その後、2006年5月までに、仙台市が山頂部を300万円で買収し、名実ともに市民共有の財産となった。国道457号、根の白石バイパスから見た泉が、 武宮城県道35号線塩釜線を清掃すると、道なりに国道457号、根の白石バイパスとなる。宮城県道223号線が武公園線を左折し、道なりに行くと、スキー場などがある山腹に行き着く。各スキー場には、数百台が駐車できる、駐車場がある。スキー場営業期間中は、土日祝日、年末年始のみ。 除雪協力金名目で利用には1回500円が必要。それ以外の期間は無料。公共交通機関では仙台市地下鉄南北線の泉中央駅から仙台市 A バスが通じているが、通年運行は仙学自然フレアい館までで、夏季と冬季にスプリングバレー、泉高原スキー場まで延長運行される。山腹に泉が竹、ロッジ、 応援す泉学自然触れあい感があり、地元の学童などが、野外学習で訪れる機会も多い。同様の施設として、宮城県線が、竹自然の家、仙台市泉家竹野外活動センターもあったが、2008年に、廃止された。仙台市、泉学少年自然の家仙台市、泉学少年自然の家は2014年に廃止された。また、山麓には、 山防市スパセンガ、竹という二つの温泉施設がある。ありがとうございます。